肉食べさせて。これは抜けられない。そうよ、その調子で抑え込んで。猪熊さん見つかったわ、すごい人が。ごめんねジョディ。嘘よ、ヤワラが柔道やめるなんて嘘よ。どんどん召し上がれ。本当ありがとうね。お金持ってると食べちゃうから、ほんとこ財布の中空にしてあんのよ。いいのよ、気にしないでどんどん食べちゃって。でも本当に柔道でダイエットできるの？できるできる、ガンガン食べたってずんずん痩せちゃうんだから。本呼吸大丈夫、それが証拠に。ほらみんな柔道のおかげでこんなにスリムでしょ。あら、私は元から素敵な体よ。エッチなだけじゃない。クレームシーって言えば、うん、でも私たちまだ柔道の稽古なんて何にも。ね、あ、やろうよ柔道。うん、どう？カツ丼もう一杯食べていい？でしししししし。もうどんどん食べて。それで柔道をやろうね。こりゃまたすげえ。カナダ柔道界の実力者クリスティン・アダムスをジョディ・ロックウェルの結婚式のエキシビションマッチで猪熊やわら見事一本背負い。やっぱりやってくれたんだジョディ・ロックウェル。猪熊やわらカムバック。明日の一面はこれですよ編集長。松田、国際電話。え、誰からですか。さあ、妙になまってるぜ。よく、ジョディ、よくやってくれたジョディ。あんた金メダルもんだよ。サンキューベリーマッチの。松田、どうしたらいいね。あれが最後の一本背負いよ。やわら柔道やめる言っとるよ。やわら柔道やるとパパ帰ってこない言っとるよ。やわらの柔道のせいでファミリーバラバラ言っとるよ。あの子本当に柔道やめる気だわよ。どうしたらいいね松田。頼りはあんただけよ松田。やわらのステディーの松田、頼りはあんただけよ。なんてこと。カツ丼の大盛り。学籍番号と名前。やったわ、ついに曲がりなりにも5人揃ったわ。曲がりなりはないでしょ。そうね、立派な柔道部よね。立派は言い過ぎよ。じゃあ明日から早速練習開始よ。はい、これでいい。うん、いいのいいの、入部申し込み書なんて形だけなんだから名前が分かれば。これなんて読むの。吉永はさゆり。はい、これはおじいちゃんに、これはお母さんにね。まあお父さん、とってもお似合いですわ。
10歳は若返ったみたい。玉尾さんこそ、うちに嫁に来た頃を思い出すわい。嫌ですわ、お父さんたら。玉尾さん、暑い、うん、お父さんたら。ところでやわら、カナダに行っとる間もちゃんと稽古に精を出しとったろうな。熊の10頭や20頭ぶん投げてきたか。熊なんて1頭もいませんでした。まったくもう。それで、ジョディさんの結婚式はどうだったの？とっても素敵だった。そう。やわらよ、お主まっこと良いライバルを持ったものじゃ。ジョデイは先だってのワールドカップの試練を乗り越え、一回りも二回りも大きくなって帰ってくるじゃろう。その日のために早速今から稽古じゃ。あ、お父さん、あ、そういえばさっき電気屋の善さんから電話がありましたけど。おお、忘れとった。今日はビデオの鑑賞会じゃった。玉尾さん、メダル知らんか？メダルなら確かお風呂場にありましたけど。おじいちゃん、いい加減メダル外してってよ。行ってくるぞ。おじいちゃん。はい、お土産。ありがとう、井の熊さん。こちらこそ、休んでる時のノート助かったわ。うわー、カナディアンロッキー T シャツ。藤子さんにロッキーぴったりね。え、今日の午後休校なんだって。どっか寄ってかない？え、今日はそのカナダってすっごく風景いいんだもん。写真撮りまくっちゃったね。え、見て見て。今日はちょっとダメなのよ。ん？あれ？藤子さん、バッグ開いてる。え？柔道着。あの、藤子さん。今日は本当にダメなの。あ、ごめんね。あ、藤子さん、久しぶりなんだから。おしゃべりしたかったのに。ほら、ここよ、この瞬間よ。見て、よーく見て。ほらね。ね？なんだ、思ったより簡単そうじゃない。要するに、ぶん投げりゃいいのよ。ちょっと、柔道歴13年の南田さんはともかく、マリリン？あなた少し柔道を甘く見てない？藤子さん、このなんだはね、柔道歴13年じゃなくて13人の男に振られただけ。やめてよ、その話は。え？経験？もちろんあるわよ。え？どのくらい？ねえ、ねえ、13年。ああ、13人ね。13人も立て続けに振られればやけで柔道始める気にもなるわよね。もういいじゃない、その話は。とにかく投げちゃえばいいんでしょ。誰か相手して。じゃあ私。え、さっきまた食べ過ぎちゃったから、ガンガン柔道やってダイエットしなくちゃ。もういいわ。痴漢から身を守るためには吉永小百合くらい大きい相手の方が練習になるわ。痛くしないでね。こうやって、こうして、藤子さん。なんだか柔道部らしくなりましたね。ええ、いやー、どう？こんなんでダイエットなんのかしら。ひどいって。いきなり大きな相手は無理なのよ。やりましょう、キョンキョン。どいてー。くらみが。キョンキョン、どうしたの？もう大丈夫です。
。本当？あ、しっかり。重い、どいて。あ、はい、投げて。南田さんからどうぞ。いいから投げなって。そんなこと言わずにお先にどうぞ。私はいいから、ほら早く。せーの、はい。あ、お構いなく。ほら、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4。社交ダンスじゃない。重い、苦しい。3、4、どいて。こんなの柔道じゃないわ。今日の藤子さん、なんだか変だったな。青春か。藤子。うん、花園なら横の洗い場にいますよ。どうもすいません。花園さん。はーい。あっ、藤子さん。また来てるぜ、あの子。なんてあんな野郎が女に縁があるんだよ。そうですか。5人揃いましたか。よかった。でも、ダメなんです。え？あんなダメな柔道部じゃ、猪熊さんの気を引くことはできないわ。いくら弱くても、下手くそでも、一生懸命柔道をやるみんなの姿があってこそ、初めて猪熊さんを柔道に引き戻すことができると思うんです。なのに、あれじゃ。藤子さん、諦めちゃいけない。前にも言ったように、僕にできることなら何でもやります。だから行け、花園、押し倒せ。失礼。 いえ。しかし、相手が女子大生となると、恥ずかしながらこの不肖花園香織にとっては全く未知無縁の世界。どこまで力になれるか。そうだ、うってつけの人物がいました。藤子さん。その人物というのは。何？あのバカ娘はまだそんなわけのわからんことを言ってダダをこねとるのか。はい、ですから、その、どうりでここんとこ稽古にも身を入れんでのほほんとしとるわけじゃ。なーにが柔道のせいじゃ。あれ式の花たれ柔道の生徒は肩洗いたいわ。思い上がるのもいい加減にせい。ですから、私。よく知らせてくれた。今から帰って首根っこ引っ掴んで少年を叩き直してくれるわい。そんなことしたら余計話がむちゃくちゃになります。余計なお世話じゃ。やわらは子供の頃からそうやって鍛えてきた。やわらさんはもう子供じゃありませんから。だから、さっきから言ってるように、やわらさんが柔道に戻ってくるように何とかしようと思って、私、三つ葉女子大に柔道部作ったんです。でも、何とかしようとしてもどうにもならない柔道部なんです。偉大な柔道家のおじい様にご相談に来たのは、おじい様なら何ともならないものでも何とかしてくれるはずだと花園さんに聞いて。その通りじゃ。わしは偉大な柔道家じゃ。不可能などない。本当ですか？柔道家に二言はない。じゃあ、何かいいお考えが。ありがとうございました。
よし。はい。試合じゃ。はい。のっぽの姉ちゃん、あんたが作った柔道部とやらに試合をやってもらう。藤子さん、なんだかすっごい食欲。いいなあ、ダイエットの心配のない人は。だってスタミナつけなくちゃ、これから厳しくなるんだもん、稽古。稽古？なんでもないの、気にしないで。ん？今日もダメなの？ちょっとね、今日こそカナダの写真見てもらおうと思ってたのに。変だな、藤子さん何か私に隠してない？隠すだなんて。え、どうかしたの藤子さん？あ、いえ、あの、あ、ん？あ、私これテレビで見た。猪熊養老ってうちの大学なんでしょ？ん？あー！キャトルミューテーション！え？じゃあ、私急ぐから。あ、藤子さん！まだ相手は決まってませんが、実戦に向けて本気でやることに意義があります。ぶん投げてやる。試合って痩せるかしら？いやよ、痛いのは。私見学します。ご心配なく、皆さんにそのまま試合に出ろなんて言いません。ちゃんと素晴らしいコーチをお迎えしています。コーチ？やった、かっこいい人ね。日本に柔道部王子といえど、これだけのコーチにご指導いただける柔道部はそうそうありません。どうぞお入りください。わしゃここじゃ。なんだじいさんか。わしが全日本選手権5連覇、柔道8段の偉大な柔道家、猪熊治五郎じゃ。ねえ、かっこいいコーチは？おい、お前ももじもじしとらんで入ってこんか。あ、私のおっぱいは静かみにした男だわ。偉大な柔道家にして、猪熊やわらさんのおじい様、猪熊治五郎さん、そしてバルセロナオリンピック代表候補予定、海老天堂体育大学の花園薫さんです。ただいまご紹介に預かりました。海老天堂体育大学は花園薫であります。趣味はボーリング。と懐苦しい男。じいさんとゴリラ男だなんて。好きな食べ物は最低。ナギパイ。おお、体力には自信がある。おい花園、これ見ろ、これ。
お、お、これはまたかなりのやり手じゃわい。これで勝利間違いなし。猪熊さん